ちゃんおはよう。おはよう。おはよう。座って、座って、座って。お上手。お上手。二回、二回。もう一回。じゃん。おはよう。おはよう。もっと離れて。出ていけば。お、え？まだ見えるの？めちゃ飛んでますよ。もう一回光る？光ってみるか。めちゃこぶてますけど、おちょちょちょ、危ない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 。消えて消えごと。え？なぜ？前どうした？残ってる感覚ないよね。当てても腫れてないですよね。いつもの普通ですよね。あの一枚だけ剥がれちゃったんですけど、今回は。そう、はい、はい。こう2枚貼ってるのが。あ、はい。気にしました、自分で。っていうわけではなくて。なんかこう舐めてたんですけど、多分それがペラッと。あじゃあ、すぐに食べる。剥がしますね。つけていけるわ、本当につけていけるわ。それでうんちが固まってきたってことは反応してる、ね、反応してるってことですよね。そうですね。あの前みたいな何て言うんでしょう、めちゃめちゃって、うん、そういう感じもないですし、で、あの色もどっちかというと濃くなる。ああ、じゃあご飯の色ですね。こういうの黄土色じゃなくてちょっと少し黒っぽい。黒っぽいになりました。バイオームのご飯自体がちょっと濃い茶色なので、はいはい、で、アイリーロバート薄めなんですよ、はい、色的に、ええ、なので、その色だとバイオームに反応すると思うんです。そう、昨日のだから夜ぐらい、はいはい、はい、昨日の夜ここの帰りにした時はまだ黄色っぽかった。まあそうですよね、見た目ね、はい。夜連れて行った時にしたのがたくさんじゃなかったんですけど、そういう色で割と固めで取ればほとんど下にくっつかない。じゃあコロンとしたウンチじゃないけど、まあ、ちょっと硬い、ね、そうですね、柔らかいけどこう持てばスッと取れる。うんともすんともたまにしか尻尾上げて歩かないし、お散歩は嬉しそうですか。一応あのふんふん言って行きますけど、尻尾は上がってないかな。なんか上がると思うと下がる。まあそうですね。ただなんかあんまりこううんちするときも絞り出すってうーんっていう感じはなくて、はい、割とスルンプ。あ、前まではなんか出るか出ないか分からないんですけど、ね、うん、それはなくなったかなと、はい、何なんだろう、急に体重が取るけど何？何？受けて痛くない？受けて痛くない？わかりました、はい、ではお迎えそうですね1時ぐらいでお願いいたします。
失礼します。はい、お預かりいたします。お願いします。はい、まいこちゃん、電話するよ。うじゅずー。